おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。タクッチさんの新作コースですね。これどうやる？また、ありがたいね。サムネになりそうなコースを作ってくれるんだからありがたいよね。重っ。なんだ？からのスピンで上がって確実に取ってふわーっていってうわーって右まで行ってオッケー、こんばんは。あー食らった食らった、大丈夫なんだな。オッケー、やたら重かったな。グリッチスピラン、グリッチスピランね。あ、しまった。まあこう言ってこう言って、こう言って。ポイン、そこに隠れてんだ、知らねえ。で、はいはいはい。あ、落ちた。わ、なんだなんだ、あ、うる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 。で、ドア入って。あ、なんか変な感じだったね。なるほどね。それがスピラーバグね。なるほどね。で、わかんないわかんないわかんない。とりあえず走れ。これは何？これは何のバグ？バグじゃないのかな？何がバグなのかがわからん。コース見てる余裕がないんだけど。あ、クッパが出てきた。あ、そしてやられた。オスです。え、右、ここへやりたい。コインが入ってるよーってやつだよね。なんか普段は赤コーラで、赤コインでよく使われるやつだよね。あれはね。あれはバグなのかな？まあまあまあ、最初の方バグって感じでしたよね。400秒スピランって言うけど、これどうなのよ。時間厳しめってことは詰まっちゃダメってことだよね。これ大丈夫かな。同じとこ2周3周するような感じだったらあれしますね。あのカットして一気にゴールドーンってやりますね。1周終了で。あー、なるほど。そういうとこで地味に地味にロスさせていくのね。なるほど、なるほど。はいはいはい。まあそんなに難易度はやっぱり高くはないのか。400秒。スピランってだけあった。は？しまった。難易度高。今すげえ恥ずかしかった。難易度高くないのねの後に速攻ミスったからすげえ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいじゃん。そっちか。走らせて落とすか。あ、落とさねえのか。あ、落ちるとあれなんだ、やり直しなんだ。鍵ないからさっきのとこ入れないもんね。このままでいいんですよね、つまりね。まあ長いこと走らせるってなったらこうなるしかないんだよね。この2マスでギリギリの道を作って、で横に右に左に右に左にって行かせるしかもう手段がないんだよね。で500秒スプランとか今んとこはそうなんだよな。同じところをぐるぐる回らせるだけなんだよね。だからあんまりやらないんですよね。中には500秒スピランで激ムズっていうパターンもあるからな。動画で見たことあるわ。あ、これはきついわみたいな。でも見るのはすごい億劫だったから、あの飛ばした俺は。飛ばした。だって同じことやってるだけなんだもん。ほほ、だからこうやってサブエリアなしでっていうのがいいよね。まあそれだと500秒じゃなくて400秒スピランになるけどね。これ時間大丈夫なのかな。400秒、6分40秒、6分40秒か。あー、これ上難しそうですね。ちょっとね、厄介な感じしない？トゲがあるだけでちょっとなんか不安な感じになるけど俺としては。よいしょよいしょ、オッケー、はっ、
ほっ、オッケー。なんも出てこねえのか。どっかにトゲがある。オッケー。トゲ確認しました。コンベアめんどくさいからね、突破していきたいですよね。おお、怖っ。おお、怖っ。おお、怖え。ちゃんと落とすようになってる。これ入っていいのか。オッケー。あー、なるほど。もう一回やり直しだ。さあ、二つゲットしたけど、時間間に合うのかな。ちょっと怪しい感じ。あ、大丈夫そうですね。あれ？オッケー。おーし、お疲れ。7月8日にいただいたコースですね。スピランっぽい感じなのかな。クリア者少な。なんか嫌な予感すんな。簡単にクリアできるコースじゃなさそうな感じですかね。オッケー、いきます。すっ、あぶねえ。反応していかないと。ボメンいるんじゃん。普通にここむずいよ。ピー踏んでー。うっ、あぶねえ、あぶねえ。あ、いいんだ。こう、うそ。ほっ、オッケー。危ねえ、危ねえ。ファイヤーバーじゃん、よく見たら。ファイヤーバー、バー。危ねえ。こういって、投げて、投げて、投げて、キック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 、はい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 、初見殺しやめて、危ねえ。さあ、中間ください。ないか。うわ、よいしょ。はぁ、はい。うわ、これむずいな。ふん、オッケー。はい、はい、は？勢いでいく。ほっ。よし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 。あ、怖っ。今の怖っ。危ね。これか。こんなもんかな。オッケーオッケー。死ななきゃいいんだよ。よし、オッケー。430秒。これ多分、時間に余裕はあるな。さては。ん？あ、うん、うん？あ、しまった。まずいのか？ま。うわ、おー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 、オッケーオッケー。じゃあいいんだ。ここ難しいぞ。ちょっとストップかけるぞ。ここめっちゃむずいよな。よいしょ。はっ。なになになに？え？普通に上のけろってことで。いいんだよね。怖っ。はっ。よし。こんだけ止まってみりゃできるぜ。なんすかなんすか？ガリガリちゃん？ガリガリちゃん？ガリガ、ガリガリちゃん？オッケー。オッケーか。ゆっくり見ていきましょう。嘘でしょ？やだやだ。うわ、怖っ。ここだね。上なんかねえよな。やめてくれよ。あ、なかったですね。よかった。こっちか。あぶねえ。地味にファイヤーバー当たる仕組みになってる。焦る。おりゃ。やっと決まった。5回もここやっちまったぜ。超時間かかった。おかげで。あぶねえ。撮影してないの気づいた。あぶな。7月の12日にいただいたコースです。先やっちゃいました。これめっちゃ簡単。左行くとゴールです。だから多分投稿者は、この、あれはクリアできなかったんだと思う。この右ルートはね。まあすごい話だよね。投稿者がクリアできなかったコースをさ、送りつけてくるっていうのもなかなかすごい話だよね。やってる俺も結構変だと思うけど。まあでも、一概にじゃないね。クリアできなかったかどうかわかんないけど、でも、そういうことになっちゃうよね。投稿者用ゴールがあるってことはさ、クリアできなかったと言っているようなもんだからな。
俺ちゃんとさ、クリアできる設定に、設計になってればいいんだけどね。なんかなってなさそうな気すんだよな。あるいは、できるけど、ギミックでクリアはできるけど、ギミック一つ一つのクリアは可能だけど、複合された時に、できるかどうかを確認してないというか、クリアできなかったから確認できなかったっていうパターンですよね、今回は。つまりは。その複合された時にクリアできるかどうかが大事なんですけどね。大丈夫なのかな？嫌な予感しかしねえわ。さあ行きまーす。撮影気づいたのがこの辺。やべ、撮れてねえっていう風に気づいたのがこの辺です。こっから初見。ほっ。27秒。あ、あさい、ゴールですね。で、土管入って、これがゴール。だとしたらさ、どう考えてもさ、これ絶対右の方でも頑張ればクリアできたよね、絶対ね。投稿者さん。めんどくさくなっちゃったのかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャオ。